水野明子のどないなっとるねん。今日のテーマです。原発再稼働に揺れる町、大井町の住民説明会、どないなっとるねんと題してお送りいたします。近藤さん。はい。この大井原発3号機、4号機の再稼働をめぐってですね、うん、立地します福井県の大井町で昨日、国が住民の方々に対する説明会を行いました。この説明会を取材してまいりましたのが上田隆之アナウンサーです。こんばんは。こんばんは。お願いします。はい。この大井町というところ、福井県の小浜市側から入っていったんですけども、高速道路のインターチェンジを降りてまず気がついたのは、はい、大きな複合施設、公共施設、建物なんですね。最初に入ったのが、ウミンピア大井という施設で、ここはレストランが。海の海なんでしょうね。そこから引っ掛けてるんでしょうね。まあ、ひらがなで書いてあるんですが、レストランがあったり、ホテルがあったり、原子力の PR 施設があったり、そういったものがいろいろあるんですが。町自体の人口ってどれぐらいでしたっけ？町自体は8849人という総人口なんですね。まあ、言ったら小さい町ですよ。うん、そこで、そういう大きな箱物が目につきましたか。ボンボンとありまして、はい、まあ、やはりこの電源散歩交付金っていうのは話ありますけども、うん、そういうことなんだろうなというふうに感じました、はい、でこの説明会の会場なんですけども、ここは大井町内の総合運動公園プレーパーク大井というところで行われたんですが、この総合運動公園もすごい立派な運動公園で、ここの中の体育館で説明会が行われたんですが、この運動公園ナイター設備のある野球場があったり、閣議場があったり、テニスコート、多目的グラウンド、それからホールがあったり、図書館や博物館まであると。駐車場も500台近く止められるスペースが確保されていて、プレスセンターとその取材する体育館、会場があったんですけど、ここもちょっと離れてましてね、歩くとやっぱ2、3分かかっちゃうみたいな。うわ、結構な大きな施設でびっくりしましたね、はい、でこの説明会なんですけども、うん、大井町民だけが参加できるという説明会です、はい、そして事前の申し込みが必要、うん、先ほど言いました8800人の人口の中で700人以上の方が申し込みをして、当日は546人の方がここを訪れて説明会に来ました。これ大井町民だけしか入れないっていうことは、つまりよその地域から反対だというような人が来てもまた困るという、そういう意味ですかね。そうなんですよ。だから厳戒態勢のもと行われたんですね、はあ、この総合運動公園自体が、はあ、24日の日から立ち入り禁止になりまして、昨日でしょ説明会。そうです、24日って3日前ですよ。そうなんです。だから3日間立ち入り禁止だったんです、総合運動公園自体が会場の体育館だけじゃないですよ、はあ、はい。で23日その立ち入り禁止になる1日前からバリケードが設置されまして、はあ、柵があるから市民のた、じゃあ町民のためのところですよね、はい、運動公園、はい、そこに月曜日からバリケードでした。そうなんです。はで私も取材の車でここへ行ったんですけれども、入り口で警備の人が10人ぐらいいまして止められましてですね、うん、毎日放送ですというふうに言って名刺を見せたりいろいろしたんですが、入るのに10分くらい、それから取材書を出してもらうのにも10分くらいかかりまして、あ、結構大変なんだなという中で行われたんです。そしてそれだいぶ経費かかるでしょ、そんだけ警備したら、ね、一部報道によると2600万ぐらいが計上されたんじゃないかと、この警備だけでという話があります。そしてさらにこの会場の体育館に入るときにはですね、うん、空港さながらの荷物検査が行われまして、ゲート式の金属探知機もありまして、そこを通らなきゃいけない。だから空港と一緒ですね、ポケットから鍵とかですね、コインとか、そういったものを全部出して、カゴに入れて、それを検査機に通す。で、自身もゲートを通って、音が鳴らなければ OK。中に入っていいよと。これは取材する我々もそうですし、住民の皆さんもここを通らないと中に入れない。という状況で行われました。はい。町民の皆さん、自家用車での乗り入れが禁止されまして、うん、多くの方がバスで公園内に入りまして、会場の体育館の入り口のすぐ前までつけると。こういった方法で皆さん入場されたんです、はい、ですので先ほどちょっと出ました反原発を訴える人というのも 2,30 人くらいこの総合運動公園に来ていたんですけれども、その総合運動公園の外から体育館の入り口までは随分離れてますので、なかなか声を上げてもそこまでは届かない、
遠くで声は上がってるなというのは分かるんですが、そういった環境で行われました、はい、で説明会なんですが、あのケーブルテレビで町中に放送されております、そしてまず時岡町長が挨拶をした後、柳沢経済産業副大臣が説明をして、その後で質疑応答があるということで、その質疑応答には資源エネルギー庁から2人、原子力安全保安院から6人も対応に当たったと。で住民からはまあ質問というよりは要望や訴えが多いなという感じでした、はあ、あのラジオネーム玉ねぎちゃんという方は、はい、どのくらいの人が再稼働を希望してはんのか、地元の人たちどうなんですか、興味ありますわっておっしゃってますね、はい、やっぱり原発があって、それで皆さん多くの仕事を得ている、そうでしょうね、そういう大井町ですから、はい、まあ、安全面に対してしっかりしてくれれば再稼働してほしいという声が私の感覚でいうとおそらく半数以上いらっしゃるんだろうなというふうに感じました、はい、その住民の皆さんが住民説明会の質疑応答のところで話した声をこれからお聞きいただくんですが、はい、まずは原発再稼働に賛成の方なんです。ですが注文もあるということで、こちらお聞きください。地元といたしましては再稼働に向けて協力していきたいと思っております。大井発電所の再稼働をなくして日本の再生なしということで、今後ともこの地元に対してですね、政府がもっともっと安心して住めるように、例えば船で、避難できるとか、それがダメならば、核シェルターを作るとか、もっと住民の命を守るということを真剣に考えていただければ、再稼働に賛成でございます。こう核シェルターという言葉も出ました、ね、はい、船で避難とか核シェルターという言葉がありました、うん、この大井原発は大島半島という半島の先っちょにこう位置してるんですけども、はい、地元の皆さん、福島の事故の前からこの半島から避難するためには道が足りないという訴えはされてるんですね、はい、で避難道路というのができていないということで、避難道路もないんですか、ですので、安全のため、もし万が一何かあった時に逃げられるようにしてほしいという声があって、うん、それに対して国は何て言うんですか、うん、対応はするというようなことは声としてはあるんですけどね、なかなか具体的にというのは出てこないですね、はあ、プラスその原発に関する安全性の説明は非常に多くあるんです、原子炉が地震があってもどれぐらい耐えられるか、電源は高いところにあるので津波が来ても大丈夫です、うん、そういった説明はあるんですが、うん、何かあった時に皆さんどういうふうにすればいいかという対策の説明というのはもうほぼなかったんですね、うん、近藤さん、はい、そのあたりってどうなんでしょうね、万が一の時はって住民は聞きたいですよね、うん、だけど国にしたら、いや万が一があるとは言えないんじゃないんですか、うん、つまり原発の交付金にしろ補助金にしろね、財政のそのある意味首根っこをそういう形で抑えられたところの地域の経済っていうのは、それは雇用抜きには明日の生活っていうのは不安だっていうことはもう当然わかるわけですよ。そうですね、わかるんですけど、今その安全って言ってもね、うん、福島の原発を見てる限り原発に安全がないっていうことですよ。でそうすると、うん、その僕は大井の人たちに本当に悩ましい問題っていうのは、個人とか利害関係とかそういうところでの答えを求めてたらよかった時代はとっくに過ぎ去ってて、日本にとってどうなのか、地球にとってどうなのか、そういう共同体にとって本当にそれは善なのかっていうことの答えを大井の人たちが求められてるんです。求められてらっしゃるんですね、うんうん、だからその答えっていうものが、例えば原発がいらないっていうことになったら、これはすっごく大きな答えですよね、うん、その地域の経済とか雇用とかよりも、私は日本にとっての善はこっちの答えだっていう答えなんですから、うん、ただ問題は日本人にとってそういう答えの出し方のトレーニングっていうのは、水野さんほとんどできてないんですよ今まで。公共のために私はどう考えるかっていうトレーニングね、うん、ないです。でそれはだって、うん、明日私ご飯食べられへんかったおまんまどうすんのと、うん、そういうトレーニングはある、まあ、そっちのトレーニングばかり私たちはやっぱりやらされてきてるような気がしますけど、うん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 、上田さん、ね、どうでした、はいはい、ですのでやっぱり地元の方に聞いてもそういう声が出てくるわけなんですよね、うん、同じく説明会で訴えられた方の声を聞くわけですけども、はい、雇用に対して発言されてます。こちらをお聞きください。問題なのは原子力発電所が動かなくなったことにおける
失業問題とかそういうことなんです。そういうことに対して緊急雇用対策のようなことをぜひともやっていただきたい。ちゃんと地元のことを考えてやっていただきたい。いや、そりゃそうでしょう、はい。いや、そりゃそうです。生活かかってますからね、皆さんね。そこに対して国はどういう提案をしたんですか？